お疲れ様でーす。はーい。今日も撮影なんですけど、今日すごいですね、セットが。すごいですね。なんかね、作曲とアレンジャーの大先生がいらしてるのよ。すごいっすね。今日ちなみにどういった日なんですか？今日はね、アッパレ音頭の収録。なるほど、レコーディング撮影ってことで。すごいです。すごいですよ。なんかみんな大集合ですね。そうですね。今日みんな大集合で。うちのモデルちゃんのエイナちゃん。みんな揃うとちょっと楽しいですね。楽しい。ねえ、でもあなたカメラ撮ってないで踊りたくなっちゃうよね。いや、もう踊ってますよ、もう。あ、踊ってます。だから揺れてんじゃん。心が踊ってます。逆、カメラが揺れちゃうと思うよ。そうなんですよ。ねえ、ちょっとまずい。我慢してるんですよ。我慢大変。でも頭の中でずっと流れてるんで。あ、ほんと？アッパレで。なんかお家帰ってからもアッパレアッパレやってな。そうねえ、このフレーズすごくいいわよね。いいです。もうほんと TikTok でもお手本流れてるから、すぐ覚えられますからね。ねえ。それで TikTok みんな見て踊ってもらってって感じ。いいわね、かわいい。これでちょっとゆくゆくこうもうね、どん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 音楽、そうですね、世界の皆さんとご一緒したいわ。すごい、確かにそう、ねえ、みんなであっぱれ、あっぱれ、ウィアザワールドみたいな。そうですね、それを越すように今日レコーディング撮影で密着していきますか。はい、頑張ります。今日は日本バレー、あっぱれあっぱれあっぱれだよ、あっぱれあっぱれ。今日も日本バレー、いい感じで。今日は日本バレー、あっぱれあっぱれあっぱれだよ、あっぱれあっぱれ。良い方ね。いいですね。初レコーディング。聞こえないから自分の声がどんな感じか分かるんですよ。緊張してますか？緊張してます。ありがとう。ほら感謝。踊りましょう。踊りましょう。もうちょっとね。みんなで踊りましょう。ああ。一緒に踊りましょう。じゃあ次そのパターンでもうちょっとこうはっちゃけて。ありがとう。あ、そうそうそういうことで、そういうことで。はい。ありがとう。もっと行きましょうか。ありがとう。はい。ありがとう。ほら感謝。踊りましょう。あ、すごくいい。いいですか。あっぱれ、あっぱれ。今日。あっぱれあっぱれあっぱれだよ、あっぱれあっぱれ。キャラ分けをなんかできれば。キャラ分けをいいな。ちょっと似てる。確かに。あ、なるほど。声の音さっきがこう楽しそうな感じなんで、ちょっとクールならクールに寄せるか、なんかちょっと変化が欲しいです。はい、こんな感じ。あっぱれあっぱれ、今日は日本バレー、あっぱれあっぱれあっぱれだよ、あっぱれあっぱれ。それで語尾を長めにしてもらうとか、はい、はい、こうちょっと癖を強く歌ってもいいか。癖を強く、はい、はい、あっぱれ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 、今日は日本バレー、あっぱれあっぱれあっぱれだよ、あっぱれあっぱれ。あ、バッチリかな。すごい、全然違うわ。かっこいいね。どうですか？叫びたい叫びたい耐えられないこの
な 長く待たされる。違う、トイレで歌ってたんですさっき座禅も組んじゃいました。陽子ちゃんはね、歌いたくてしょうがないのよ。こんな踊りたくて歌いたいのよ。いいことでしょ。あっぱれ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 。今日は日本晴れ。お弟子さん、お弟子さん、お弟子さん、それじゃ落ちちゃうよ頭で。今日は世界晴れ。あっぱれあっぱれあっぱれだよ。咲かせ夢の晴れ舞台。あ、はい、最高よ、うん、いいですね。イエイ。どうでしたか。またまた。どうでした。楽しかったです。今日は日本晴れ。あっぱれあっぱれあっぱれだよ。あっぱれあっぱれ。今日は日本晴れ。あっぱれあっぱれあっぱれだよ。あっぱれあっぱれ。どうでしたか。はい、なぜかあの謎のキャラになりました。よろしくお願いします。あっぱれいい女。あっぱれあっぱれ一目惚れ。あっぱれあっぱれいい男。今日は日本晴れ。あっぱれあっぱれあっぱれだよ。咲かせ夢の晴れ舞台。あ、いい感じです。終わっちゃった。すごい、ね、どうでしたか。いや、楽しかったです。楽しかった。ネックレス、はい、まだ決まってないんで。どうですか。いやいやいや、ここ恥ずかしいです。経験とかあるんですか。経験ないですよ、全然。はい、初です。はい、普通に出たり、人にさせてた方ですからね。自分がやるってのはないですね。レコーディングスタジオ死ぬほど経験してますけど、自分が歌うのは初めてですね。あっぱれあっぱれいい女。あっぱれあっぱれ一目惚れ。あっぱれあっぱれいい男。あ、いい感じです。それでやっぱりもうちょっと明るめ。あっぱれあっぱれいい女。あっぱれあっぱれ一目惚れ。声が全く抜ける状態なんですよ。だから違う、ま、もうこっちが全部オペしてくれるんで大丈夫です。はい、こういう先生のレコーディングです。楽しみにしてます。レコーディングっていうより怒鳴る光るとかって。あ、ガイア担当ってことですか。ガイア担当でその他大勢人をしたよ。いや、主役ですからね。主役はね、主役は今回は門伝に譲ってるから門伝さんなの。なるほど。あんまりほら、私の場合外野でも目立っちゃうからどうしよう。何言うんですか、実際今日は。私全然分かってないの。こういうの分かんない方が面白いね。あ、ぶっつけ本番で。そう。おかみひょっとこ。あ、バッチリだ。これね、これね、みやもーれいい感じです。いい感じです。ちょっと今度はね、あの15歳ぐらいのアイドル歌手って宮野もうほど遠いよね。15歳孫っ子。あっぱれあっぱれあっぱれだよ。汗夢の春
と思います。ひとまずはちょっと編集したはい、こちら現場の庄司です。今日本には世界からたくさんの人々がアッパレ音頭を求めてどんどん集まってきています。今日も日本バレエの現場から庄司のり子でした。足りないもうちょっと締める。今日も日本バレエの現場から庄司のり子でした。どうも、イエーイ。笑顔で、すごいすごい。アッパレアッパレいい女、アッパレアッパレ一目惚れ、アッパレアッパレいい男。やったぞ、もう日本バレー、アッパレ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 いい男よ、今日も日本バレエ。お疲れ様でした。はい。いや、よかったです、なかなか。面白かったね。なんか皆さん盛り上がってて、みんな。本当、うん、ありがとう。よかったです、うん。やっぱ、ミヤモーレがよかったですかね、一番。だって、そういう思いだもん。わかる意味。わかります。思いがこもってるんですね、全部。思いこもってる。すごいな。うん、ちょっと早かったなと思うんですけど、レコーディングが。モンデンさんがね、主役っていうか。そうなの、うん、モンデンさんより目立っちゃいけないから神経使ってんのよじゃあもう終わって一段落。嬉しい。お疲れ様でした。